箱田哲也は、朝日新聞社論説委員。大阪府大阪市出身。1988年、立命館大学文学部卒業後、朝日新聞社入社。鹿児島市局配属、韓国、四世代学校韓国語学童留学、那覇市局長、東京本社外法部、ソウル市局員、名古屋本社社会部、外法部次長、ソウル市局長を歴任。 2017年8月11日の朝日新聞に、社説予定北朝鮮化する日本を掲載し、韓国が最純実ゲート事件で、僕国内大統領を弾劾したのに対して、日本は安倍晋三総理大臣を罷免することができていない。韓国の指揮者たちは日本は先進国ではないと囁き合っており、安倍総理大臣を評価する日本の官僚たちは、意外な指導者。 金正日同士はという朝鮮労働党のようだと、韓国政界の重鎮たちから言われていると執筆した。この内容について、韓国人がひたすら、韓国自慢をして、日本をおバカにする内容で悪意しか感じないと批判が殺到したと、産経新聞に報じられた。立命館学園通信 R なひと、KBS ワールドラジオ金曜座談会より、 産経新聞論説委員コラム8月13日北朝鮮化する日本がネットで炎上寒気がする悪意しか感じない朝日は終わり頭おかしい13233ありがとうございます